になったバナナ君。ある日モーガンは砂浜で遊んでいて転んでしまいました。おっと、あー、痛いよ。モーガン、どうやら腕に怪我をしたようです。ピーパー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 ピーポー。ん？怪我人がいるよ、B1。事故のようだね、B2。腕に怪我したの。どれどれ見てあげようさ。痛い。ごめん、痛かった。骨は折れていませんでしたが、肘に切り傷ができています。もしかして同じこと考えてる？多分ね。傷の手当てをしよう。せーの、よいしょっと。ピーパー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 。モーガンかわいそう。バナナ君たちは早速お医者さんの格好をしてモーガンの腕に包帯を巻きました。絆創膏。はい、絆創膏。次、スポンジ。はい、先生。よっしゃ。次、ゴルフクラブ。え？ゴルフクラブだって？ちょっとした冗談だよ、君。もうさて、ちょっとじっとしてて。これで、よしと。手当てのおかげで痛みは随分収まりました。いいね。 2,3 日は腕を動かしちゃダメだよ。先生の言う通りにするよ。ありがとう。でも腕を動かせないといろいろ困ったことが起きます。さてと、お皿を片付けるの手伝ってくれる？エイミー、今日のお皿当番はモーガンでしょ。だって僕、モーガンは怪我してるのよ。治るまでエイミーが代わってあげて。そうだよ。わかったわよ。こっちよ、モーガン。気をつけてね。エイミーは腕に怪我をしているモーガンが羨ましくてなりません。仕事はしなくていいし、みんなに大切にしてもらえるからです。はい、タオルを敷いてあげるから座ってて。あとで私が包帯を取ってあげる。包帯さえ取れば一緒に遊べるでしょ。まだ無理だよ。もう少し良くならなきゃ。もう、のけものにされた気分のエイミーは自分も怪我をしたふりをすることにしました。ピーパー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 。ほ、また怪我人のようだよ、B1。エイミー、どこが痛いの？左腕と右腕とこことここも、あ、痛い。おお、どうやら重症だね、B1。これは大変ですね、先生。急いで運ばなきゃ。ピーパー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 。エイミー、どうしましょう。全身を強く打ってるようだから包帯もこのくらい巻いておかなきゃね、 B1。 エイミー、じっと寝てなきゃダメだよ。寝てるってどのくらい？1週間かな。1週間も？いや、2週間だね。2週間も寝るの？ねえねえ、包帯が取れたんだ。外で一緒に遊ばない？ああ、無理だね。うん、きっと大丈夫よ。無理しなくていいよ。ルルと遊ぶから。やだ、待って、私も行く。もう痛くないの？うん、もうすっかり良くなったみたい。やったねえ、待って。僕たちの手当てが良かったみたいだね。僕たち最高のお医者さんだ。どんな怪我もすぐに治しちゃうんだもん。バナナ君たちはこれからもみんなの怪我を治してあげようと張り切るのでした。